写真拡大。日本ハム杉谷健志内野手の爆笑動画がパーソルパリーグ TV 公式 YouTube チャンネルで史上初めて再生回数300万回を突破した。2位に約36万回差をつける超人気動画は現在も再生回数を伸ばし続けている。事件が起きたのは今年5月23日の楽天戦だった。スイッチヒッターの杉谷は史上19人目42度目の左右両打席ホームランをマーク。日本ハムでは2007年のセギノール以来の偉業で、試合後のお立ち台ではベンチでもセギノール以来だよと言われて、今日から僕はセギノールとして頑張っていきたいなと思いますと話し、ファンの爆笑を誘った。ただもっと笑えるシーンはホームラン直後にあった。杉谷がダグアウトに戻るとチームメイトは完全に無視。最近流行りのサイレントトリートメントは、同僚が沈黙で迎えた後に一斉に祝福するところまでがセットだが、日ハムの選手たちは最後まで誰も祝福せず、杉谷は思わず自分から鶴岡に抱きつき、その後ろで栗山英樹監督も爆笑している。しかもこれが2回連続で振り返された。杉谷はお立ち台でサイレントトリートメントって言われますけど、あれはサイレントサイレントで、ただの無視じゃないかなと思ってますと。